どうぞさん、いきなり社会人を始めたいと思います。いきなり始まったな、おい。はい。はい私、はいはいルート33ドードはですね、はいこの度、うん離婚をいたしまして。おやった拍手するのやった、よかった離婚してまして、うん、してました実はそうですね、半年ぐらいずっと隠してましたから、ねはい半年まあ半年ぐらい前に離婚してて、はいまあ、みんなにはね、別居してるみたいなことを言ってたんですけど、うん、そうですね実は、5月31日に、はいはい離婚届を、はい、区役所の方に、はい、持っていきまして、はい、はい、心配顔ミスです。原因は？原因ですか？原因ね、おっと、原因は？おこれはどうですか？なんやろうね、これね、はい言えないようなことやったり、まあねするんですけども、はいはい、まあ、まあ、分かりやすく言うたら、はい、まあ、これですね。あお金がなるほど子供が2人いますからね金銭面で、ね、いろいろ揉めたりすることが大変なんでなるほど、はい、はいはいはい子供の親権は親権ね、嫁でございます嫁の方がねはいえらいもんでね嫁さん子供何人でした昨日おとといですかはい子供は2人いております、はいはい、あ2人、はい、2人ともですか子供2人連れてねあの嫁さんつい最近沖縄に移住しましたもんね沖縄に移住なんでなんで11月3日に移住しましたもんね、なぜ沖縄に移住したか、なぜ沖縄に移住したのはい、はい、なぜ沖縄になんですかねまあね、沖縄に新しい彼氏がいるのいや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 、ね、それでかいそれでは分かります結婚それで離婚したんかも分からないそれかだってちょいちょいあなたと結婚してる間に、うん、嫁さんよう沖縄に旅行行ってたしすいません視聴者の方からなんですけどはい相方の浅田さんは、はい、この離婚を聞かれたんですかあ僕ねでもね離婚した日に聞きましたね僕は別居してるのも知ってましたし、うん、逐一報告受けてたので、はいまあ、離婚した時に正式に離婚したからっていうのは聞きましたね、はい、奥さんと NGK の前によく手をつないでるあそれは初耳ですねそうなんですかいやそれは知りませんよ僕いやいやまあねよく手つないで、はいナンバー近辺はよくうろうろしてましたね。あ、はい、あなたあの NGK の近くのゲーセンでようあのプリクラ撮ったりしてました、ね。それはなんとなく。はい。なんとなく。その当時は。はい。はい。あの結婚する前にお客さんと行くツアーに奥さんと一緒に行ったんです。めっちゃ受けた。めっちゃ受けた。これもまあ、まあね、今だから言うてもいいんですか。ぶっちゃけ事実ですよね。事実ですね。はい、僕もね、ドード君の彼女来てるって思ってましたからね、うん、その頃その時だから一番どうしていいかわからなかったらマスターやったかもわからない、ね、まあね、うん、相方の彼女のこと知ってたってねそうなんですよ、来てましたね、はい、来てましたね、はいはい、はい、ブログがセピアのように変わるめっちゃ開けた。AI 特集やな。いやあれもね。AI 先生。おかしいんですよ。何がやねん。ずっと子供の写真載せてたのに、急にピタリと子供の写真載らんくなったでしょ。それはもう嫁に言われてたよ。いろいろとね。急にセピアになりましたね。ほんで。なりましたね。あれずーっと読んでたら思うんですけど、お前 iPod。それでは。どうぞさん、離婚記者会見を始めたいと思いますいきなり始まったな、おいはい、はい私、はいはいルート33ドードはですね、はいこの度、うん離婚をいたしましておやった拍手するやった、よかった離婚してまして、うん、してました実はそうですね、半年ぐらいずっと隠してましたもんね、はい半年ぐらい半年ぐらい前に離婚してて、はいまあ、みんなにはね、うん、別居してるみたいなことを言ってたんですけどそうですね、実は、5月31日まあねよく手つないで、はいナンバー近辺はよくうろうろしてまして、ね、あなた、はい、NGK の近くのゲーセンでようプリクラ撮ったりしてましたねそれはなんとなくなんとなくなんとなくその当時ははい、はい、結婚する前にお客さんと行くツアーに奥さんと一緒に行ったんですめっちゃ受けた、めっちゃ受けた、これもまあ、まあね、今だから言うてもいいんですか、ぶっちゃけ事実ですよね、事実ですね、はい僕もね、
道徳君の彼女来てるって思ってましたからね、うん、その頃、うん、その時はあなたと結婚してる間に、うん、嫁さんよう沖縄に旅行行ってたじゃないですか。視聴者の方からなんですけど、はい、相方の浅田さんは、はい、あ、僕はね、でもね、離婚した日に聞きましたね。僕はやっぱり別居してるのも知ってましたし、逐一報告受けてたので、うん、はい、まあ、離婚した時に正式に離婚したからっていうのは聞きましたね、はい、奥さんと NGK の前によく手をつないでくれてあ、それは初耳ですね。そうなんですか。いや、それは知りませんよ、僕は。はいはい、に、離婚届を、はい、区役所の方に、はい、持っていきまして、はい、審判官を見つつ、はいはい、原因は、原因ですか。原因ね。おっと、原因は、おこれはどうですか。なんやろね、これね、はい、言えないようなことやったり、まあね、するんですけども、はいはい、まあまあ分かりやすく言うたら、はい、まあこれですね。あ、なるほど、子供が2人いますからね、金銭面とかね、いろいろ揉めたりすることが大変なんで、なるほど、はい、はいはいはい、子供の親権は、親権ね、嫁でございます。嫁の方がね、はい、なるほど、えらいもんでね、嫁さん、子供何人でした、昨日、おとといですか、はい、子供は2人いております。あ、2人、はい、2人ともですか。子供2人連れてね、あの嫁さんつい最近沖縄に移住しましたもんね。沖縄に移住、なんでなんで、11月3日に移住しましたもんね、なぜ沖縄に移住したか、なぜ沖縄に移住したの、はいはい、なんですかね。まあね、沖縄に新しい彼氏がいるの。いやいやいや、それでかい。それでは分かります。それで離婚したんかも分からない。それかだって、ちょいちょいあのめっちゃ受けた、めっちゃ受けた。これもまあ、ね、今だから言うてもいいんじゃないですか。ぶっちゃけ事実ですよね。事実ですね、はい、僕もね、道徳君の彼女来てるって思ってましたからね、うん、その頃。その時あなたと結婚してる間に、うん、嫁さんよう沖縄に旅行行ってたじゃないですか。視聴者の方からなんですけど、はい、相方の浅田さんは、はい、あ、僕はね、でもね、離婚した日に聞きましたね。僕はやっぱり別居してるのも知ってましたし、逐一報告受けてたので、うん、はい、まあ、離婚した時に正式に離婚したからっていうのは聞きましたね、はい、奥さんと NGK の前によく手をつないでくれてあ、それは初耳ですね。そうなんですか。いや、それは知りませんよ、僕は。はいはい、に、離婚届を、はい、区役所の方に、はい、持っていきまして、はい、審判官を見つつ、はい、はい、原因は、原因ですか。原因ね。おっと、原因は、おこれはどうですか。なんやろね、これね、はい、言えないようなことやったり、まあね、するんですけども、はいはい、まあまあ分かる。それでは堂々さんの離婚記者会見を始めたいと思います。いきなり始まったな、これ。はいはい、私、はいはい、ルート33堂々はですね、はい、この度、うん、離婚をいたしまして、お、やった、拍手するようなことやった、よかった、離婚してまして、うん、してました、実は、そうですね、半年ぐらいずっと隠してましたもんね、はい、半年ぐらい前に離婚してて、はい、まあ、みんなにはね、別居してるみたいなことを言ってたんですけど、うん、そうですね、実は、5月31日に、はいはい、離婚届を、はい、区役所の方に、はい、持っていきまして、はい、審判官を見つつ、はい、はい、原因は、原因ですか。原因ね。おっと、原因は、おこれはどうですか。なんやろね、これね、はい、言えないようなことやったり、まあね、するんですけども、はいはい、まあまあ分かりやすく言うたら、はい、まあこれですね。あ、なるほど、子供が2人いますからね、金銭面とかね、いろいろ揉めたりすることが大変なんで、なるほど、はい、はいはいはい、子供の親権は、親権ね、嫁でございます。嫁の方がね、はい、なるほど、えらいもんでね、嫁さん、子供何人でした、昨日、おとといですか、はい、子供は2人いております。あ、2人、はい、2人ともですか。子供2人連れてね、あの嫁さんつい最近沖縄に移住しましたもんね。沖縄に移住、なんでなんで、11月3日に移住しましたもんね、なぜ沖縄に移住したか、なぜ沖縄に移住したの、はいはい、なぜ沖縄に、
なんですかね。まあ ね、沖縄に新しい彼氏がいるの。いや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 。ね、それでかい。それでは分かります。それで離婚したんかも分からない。それか。だってちょいちょいあなたと結婚してる間に、うん、嫁さんよう沖縄に旅行行ってたし。すみません、視聴者の方からなんですけど。はい。相方の浅田さんは、はい。あ、僕はね、でもね、離婚した日に聞きましたね。僕は別居してるのも知ってましたし、逐一報告受けてたので、うん、はい、まあ離婚した時に正式に離婚したからっていうのは聞きましたね。はい、奥さんと NGK の前によく手をつないでくれる。あ、それは初耳ですね。そうなんですか。いや、それは知りませんよ、僕。いやいや、まあね、よく手つないで、はい、ナンバー近辺はよくうろうろしてまして、ね、 あなた、NGK の近くのゲーセンでよう、プリクラ撮ったりしてました。それはなんとなく。あ、楽しそうやな。はい、その当時は。はい。結婚する前に、お客さんと行くツアーに、奥さんと一緒に行ったんです。めっちゃ受けた、めっちゃ受けた。これもまあ、ね、今だから言うてもいいんじゃないですか。ぶっちゃけ事実ですよね。事実ですね。はい、僕もね、ドード君の彼女来てるって思ってましたからね、うん、その頃。その時だから一番どうしていいかわからなかったら、マスだったかもわからない。まあね、うん、相方の彼女のこと知ってたってね。そうなんですよ、来てましたね。はい、来てましたね。はい、はい、はい。ブログがセピアのように変わった。めっちゃ受けた。AI 系だよな。いや、あれもね、AI 系おかしいんですよ。何がやねん。ずっと子供の写真載せてたのに、急にピタリと子供の写真載らんくなったでしょ。いや、それはもう嫁に言われてたよ、いろいろとね。急にセピアになりましたね、ほんで。なりましたね。あれずーっと読んでたら思うんですけど、お前 iPod それでは、堂々さんの婚記者会見を始めたいと思います。いきなり始まったな、おい。私、ルート33、堂々はですね、はい、この度、うん、離婚をいたしまして。おやった、拍手するのか。やった、よかった。離婚してまして、うん、してました。実はそうですね、半年ぐらいずっと隠してましたもん、ね、はい、半年ぐらい、まあ半年ぐらい前に離婚してて、はい、まあ、みんなには別居してるみたいなことを言ってたんですけど、そうですね、実は、5月31日、まあね、よく手つないで、はい、ナンバー近辺はよくうろうろしてまして、ね、はい、あなた、NGK の近くのゲーセンでよう、プリクラ撮ったりしてました。楽しそれはなんとなく。何楽しそうやな。はい、その当時は。はい、はい、結婚する前にお客さんと行くツアーに奥さんと一緒に行ったんです。